ひろゆきさんのユタポンパパやアベマ TV 各力の会でのやりとりで、ひろゆきは論点がずれてると言っているようですが、意図してずらしていますか？私はずれてないと思うんですが、A イコール B、B イコール C、だから A イコール C だよねっていうのが理解できない人ってるんですよね。例えばじゃあ、リンゴは果物ですよね。じゃあ、梨も果物ですよね。なので、じゃあ、リンゴと梨っていうのは果物で、じゃあ、果物って甘いですよねというので、その、これとこれは一緒だからこうつながるよねみたいなのがわからない人って、そう、じゃあ、リンゴが甘いかどうかっていう議論で、その、リンゴは果物で、梨も果物で、梨が甘いからリンゴも甘いんじゃないっていう論理展開の話をするときに、梨が甘いって言った時に、その、いやいや、今、リンゴの話をしてるんだから、梨が甘いとか関係ないよとか言い出す人がいるんですよ。要は、その、果物っていうのは基本的には糖度が高い食べ物が多いので、果物であるということは甘い確率が高いよねって話で、で、梨が甘いって知ってるんだったら梨が甘いよね。じゃあ、果物のリンゴも甘いよねっていうだけの話なんですけど、なぜかリンゴの話をしてるのに、梨の話をするとか、論点をずらしてるこの人は、みたいなことを言い出す、その、要は、機能法だったりっていう、その、論理の展開っていうのが理解できない人ってるんですよ。